三角三角。あ、そっち、うん、ここに引いたか。大丈夫、バレてない、バレてない。あ、バレた。はい、こんばんは、島津です。皆さん、ついにですね、サイレントヒルとのコラボが実装されました。イエイ。いやー、待ちに待ったね、うん、サイレントヒルコラボですよ。で、案の定ね、あれ、なんけ、三角頭、うん、三角頭の方はマッチしません。マッチするけど、すごく遅い。5分以上かかるね。うん、やっぱ今んとこ偏ってる感じなんで、ね、すぐ遊びたいんだったら、サバイバーの方がね、そうですね、マッチングしやすいです。で、今回ね、このサイレントヒルコラボでですね、新しい要素、っていうのが追加されました。それでどういった要素かっていうとですね、スキンでですね、シェリルの、うん、ここのコーディネートを押してもらうと、ね、こちらのスキンがあるんですけど、リサ・ガーランド。こちらね、サイレントヒルに登場するキャラクターなんですよ。監獄さん、うん、1に登場する監獄さんなんですけど、この人をね、選択するとですね、シェリルからリサに変わるんですよ。シェリルをリサに似せるスキンじゃなくて、まんまも変わるんですね。そう。デッドバイデイライト初のね、キャラクタースキンっていうのが追加されました。で、レア度もね、レジェンダリーセットってなってるんですよね。レジェンダリーって今までなかったですよね。確かベリーレアぐらいまでしかなかったよね。うん。で、初のキャラクタースキンなんですね。うん、同じこと2回言ってると思うんですけど。で、こちらね、セットスキンになってるんで、リサの頭をシェリルの頭に変えようとすると、解除されちゃうんですよ。うん。だから、そうですね、部分ごとの、うん、変更っていうのができないようになってます。なので、能力はね、うん、そうだね、固有のパークに関しては一緒なんですけど、実質、新たな生存者で遊ぶっていう体験ができるようになったんですね。これめっちゃ嬉しい。ね、要素だよね。うん。能力的には一緒なんですけどね。そうそうそう。もう全く別人になることによってね、そう、別のサバイバーで遊んでるように体験することができるようになってるんですね。なので、今後ね、そうだね、キャラクターごとに関連する別の人たちのキャラクタースキンっていうのがね、追加される可能性がね、出てきましたね。うん、昨日ね、生放送で話してた時はですね、まあ、例えばドワイトにキャラクタースキンが来るとしたら、マッシュさんが来るんじゃないかとかね。なんかそんな話とかしてたんですけど、でもこれありえるんですよね、ほんと。で、その他にもあれですよ、デッドバイデイライトの公認キャラクター、公認キャラクターじゃなかった、公認配信者の人たちのスキンが来るとかね。そういったこともありえるから。だから、今よりね、新鮮にデッドバイデイライトの世界をね、また体験できる機会がね、できそうですよね。はい。で、このリサのね、お値段なんですけど、まぁ、ちょっとね、そう、もう別のキャラクターに変わるんで、ね、モデリングとかの関係上もあって、若干お高くなってます。だいたいね、1480円だったかな？うん。1500円ぐらいで、こちらのスキン購入が可能です。なので、新たなね、生存者でね、デッドバイデイライトの世界をね、堪能してみたいって方がいたらね、ぜひともリサ購入してみてください。ちなみに、このアレッサ・ギレスピーっていうスキンはですね、サイレントヒルゼロに登場する人物の、そうだね、服装になります。はい。あとはちょっとわかんないな、この再出発と前進に関しては。はい。それではやっていきたいと思います。ハドンフィールドですね。それじゃあ、まあ、シェリルに次ぐ、ね、新サバイバー、リサさんで行きましょう。これどこ？ここ？オッケーオッケー。ナイス。このさ、スタンド仕様のさ、メガネってかっこいいよね。髪が。うん。なんか髪型が好きです。あとまあ、つなぎもいいよね。あぶねえ。ちょっと下に集中してて。スキルチェックミスりそうでしたね。しっかり脱出したい。うん、それで、早く投稿したい。いや、最近ね、デッドバイはやってんだけどね、なんつうのかな、トレ高的なものがね、ない試合ばっかりでね、なかなか投稿できてなかったからね、久々の投稿になるんですよね。
今回のこの投稿が。あれだよね。待って、あるか。ここ。落ちれる？落ちれるね。よいしょ。こういったさ、アップデが入った時のテーマにして動画作りやすいよね。三角頭だね。三角三角。あ、そっちそっちが追われてたの。あ、メガネが追われた。よかったよかった。あ、トレイル踏んじゃったか。半門入りましたね。でね、今ね、結構サバイバーやってるんですけど、そうだね。トレイルっつうか三角頭の対策とかいろいろ考えてるんですけど、まあ、ね、ある程度まとまったらね、暫定的な、その攻略にはなると思うんですけど、動画にできればいいかなと思ってます。よいしょ、頑張れ。ちょっと待って、あ、破滅あんのか。あ、バレてる。いった、破滅の火花が見えちゃったね。逃げる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 。破滅ありか。破滅あり。骨壊しときたい。まあまあ、でもとりあえず、今んところ遠くに行こう。遠くに行って、回復だね。これなんだ？なんか落ちてきた気がするけど、気のせい。回復！まだレアリティが低いですけどね。ないよりかはマシですね。ナイス！全然ね、そう、ブラッドポイントがたまんなくてね、困っております。ああ。結構粘ってくれましたね。ありがとう。終わってんね。よし。じゃあ、まあ、おそらくだけど、イタチつけてきてるんじゃないかって思うんで、しっかりとね、抑制の同盟、使っていければいいかなと思いますね。で、抑制の同盟の欠点がね、複数で修理してると発動ができないってところがあるんですよね。だから、一人でしか発動させる、あ、一人で修理してるときしか発動させることができないんで、そうだね、複数で修理してるところの、発電機を抑制の同盟でね、守りたいときはね、まあ、キラーが来たときとか、ね、そういったときは、最終的に自分が最後まで発電機を触ってないといけないってところがあるんで、なんかいろいろとね、まあ、条件が難しかったりするときがありますね、発動の。これ行こうか。あ、俺が行く。俺が行く。メガネくん、多分あれメガネだと思う。近ねえ。オッケー、話してくれてるわ。いや、戻ってきた。戻ってくるこれ。戻ってきてる。おお、あぶね。いやー、トレイル引いてる。しんどいな、トレイル。ナイス。地下のとこまでトレイル行くのかな。オッケー。うわー、これはきつい。うわー、綺麗に引いてんな、トレイル。今行く。くそったれー。俺が盾になる。あ、でも、あれやられたら困るな、斬撃。オッケー、来いよ。来いよ。相手してやっから。いやー、もう今のはトリル踏むしかなかった。で、このトリ、あー、ダメだったかー。で、このトリ、あ、治療するよ。あー、処刑されちゃった。残り1台。で、トリルのね、唯一の解除方法がね、ケージから救出するときだけなんでね。誰かが、トレイルっつうか、反問か。誰かがケージに入ってくれないと。難しいんだよね。さあ、残り1台です。OK。よ、メガネ。残り1台どっかね。あと、反問状態のね、欠点なんだけど、こんな感じでね、普通に歩いてても、そう、後ろにね、そうだね、なんて言うんだっけ、針金か。針金がね、後ろからついてくる形になるんで、歩いて、歩いて移動してても、あそこに
いるなっていうのがねバレちゃう可能性が高くなるんで気をつけてください。早めに移動することが、そうだね、あれですね、ベストですね。うん、ちゃんとこの後ろからついてきてるね針金が消えるのもしっかり考慮して移動する。ちょっと反応が遅れちゃうと、反応通過 OK とか別の方行ってくかな。そう、ちょっとね行動が遅れてね、後ろの針金がピョコってね出ちゃってるとバレちゃうんで、え、どこいる？あ、ハチ、ここか。ハチ、ここね。あー、頑張ってるね。頑張って逃げてくれてる。よっよっよっよ。よしよし、いいぞ。斬撃かわしてる感じだね、うまい具合に。あ、お疲れ様です。は？あ、いていていて。逃げ。とりあえずここに発電機あるよっていうのだけはみんなに知らせることができたんじゃないかね。あ、蹴り行ってない？大丈夫？バレてないバレてない。あ、バレた！バレたんご。やばいやばいでおじゃる。あ、壊れてる、壊れてるでおじゃる。やばい。あ、死んでる。処刑されてる。発電機蹴りいったね。ちょっと、あれ、救助いける？あ、ナイス救助。あと1台どこだ？あと1台つうか、他のとこ。あ、いや、来てる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 。もう、俺がタゲ取るしかないよ、これ。高水電ね。うん。OK。あ、自分が。ね、タゲ取って時間稼ぐっていうのが分かってたみたいで離れていったね。じゃあ戻りましょうか、今のうちに。もう私トレイル踏んでるんでね、うん、もう踏み放題ですよ。トレイルを恐れませんよ。でもあっちの方がついてんだよな、奥の方が。うん、多分イタチ持ってないわこの人と思いたい。どう？オッケー、ハッチもここ。いや、向こうの方がついてたわこっち結構下がっちゃってた。うん、いや、こっち微妙でしたね。うん、向こうの方がついてた。わあ、また入った。どこ？ちょっとメガネに任したい。これはメガネに救出お願いしたい。針金切れて、針金切れて。オッケー。開けた。どうかな。上行くかな。めっちゃトレイル引いてる。でも発電機のところにトレイル引けないからね。うん。ここに引いたか。やりよったな、あいつ。あ、やばい。しかもちょっと使っちゃった。全力疾走。あー、メガネ救出いかんかったか。メガネ救出いかんかったっぽい。しまったな。踏んじゃった！トレイル踏んじゃったん。トレイル踏んじゃったん。逃げる。距離取る距離取る距離取る。来いよ。時間稼ぎしてやろうじゃねえか、三角さんよ。あとはメガネに任せるぜ。あ、上でメガネが見つかったっぽいな。で、自分あっちつけに行こう。はい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 。あそこにあるんだね、残り一台。切られた、メガネ。
切られた。これもうハッチバレてるもんね。ハッチ確定だもんね。メガネ頑張れ、メガネ頑張れ、メガネ頑張れ。ここつけるから。結構粘ってくれてるメガネくん。あ、捕まった。キャッチされた。ちょっと待って、これもう済むかもな。メガネ行くなよ。救助行く、救助行く、救助行く、救助行くから。バレてた？オッケー。おーい、よしよしよし、ゲート頼む、ゲート頼む。ていうか、ゲートどこ？ちゃんと見てなかったんだよな。ゲートどこにあるかちゃんと見てなかったんだよな。捕まった。どこだろう、ゲート。ゲートどこだろう？こっちか？違う！こっちじゃない。さて、回復。うわー、やばいやばいやばい。ゲートどこにあるんだ？ゲートの場所がわからん。あれは、トレイルも踏んでないからね。オッケーオッケー。ナイスナイスナイス。とりあえず自分が全開になって、メガネを救出して、撹乱させてる間にゲートを開くって感じだけど、ゲートがどこにあるのか知らない。私。悲しいことに。よしよし。急い急い急い。回ろ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 。すんげえカラスいんな、ここ。持たないよね。あ、ここだったみたい。ゲート持った、ついに持った、持っちゃった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 ね。オッケー。ゲートを開ける時間はある。しかも遠い、ワープできないからね、あいつ。どうしよう、救出しようかな。さて、離れないね。ごめん、メガネ勝ちに行きたいんだ、許してくれ。もう離れないわ。あ、離れない。すまね。ありがとう。これ動画にするから。許して、メガネ。動画にするから、メガネ許してくれ。はい、ということで、脱出！はぁ、危なかった。動画にするから許してくれ、メガネ。すまない。すまない、メガネ。ありがとう。君のおかげで脱出できた。はい。ということで、本日はですね、新要素、キャラクタースキンでね、リサに変身してね、うん、リサとして、うん、脱出することができたので、ここまでとさせていただきます。ね、今後、そうだね、一番最初動画内でも言った通りね、キャラクタースキンどんどん増えてくれればね、いろんなサバイバーでね、うん、脱出して、楽しめることができますね。まあもちろんね、キラーの方にも来てくれればすごく嬉しいですね。まあ、すごい、例で言うと、サイコパスキラー、ベルクラさんとか。うん。そんな感じでね。なんか、キラーの方にもね、うん。なんか、今まで味わえなかったキャラクタースキンとか来てくれるとね、嬉しいですね。はい。ということで、本日もね、動画見てくれてありがとうございました。こんな感じでね、撮れ高の良かった、デッドバイデイライトのね、動画とか投稿していくんで、ぜひとも、うん、また見に来てやってください。あとね、他にもね、ホラーゲーム系ね、たくさん上げてるんで、そちらも見ていただけるとすごく嬉しいです。はい。そして、チャンネル登録、高評価、コメントしていただけると、動画の投稿意欲向上につながるので、視聴者の皆さんにはね、少しでもいいのでね、お力添えしていただければありがたいです。はい。それでは、鹿児島から島津がデッドバイデイライトをお送りさせていただきました。失礼させていただきます。バイバイ。チャンネル登録、コメント、高評価していただけると励みになります。ご視聴ありがとうございました。